演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、山口のはみ出る揚げパンバーガーメンチカツを食べたいと思います。揚げパンバーガーってなんかいろいろ怖いんだけど、でも手に持った感じかなり重量感ありますね。で、中身はこんな感じです。本当に揚がってるよ。なんか YouTuber さんがマクドナルド揚げるみたいな動画やってたのと前に見たことないんですけど、それみたいな感じですね。これ割ったら絶対ボロボロいくタイプなので、もうこのままいきますね。ではいただきます。発想の凄さは認めますが重すぎです。やっぱり上な外も中も全部上がってるのでパン粉がちょっとしつこいですね。そしてかなり重い。結構ずしっときますね。中に入っているメンチカツは美味しかったのですが、しっかりお肉の旨味がありましたからね。ちょっとトンカツソースが欲しくなってきましたね。中のソースはマヨネーズじゃなく、せめてマヨネーズとそれを混ぜるかして欲しかったです。ちょっと油があまりにも強すぎるんですね、マヨネーズなので。ちょっと重たいのでこちらのテイストさせていただきます。もうちょっとさっぱりさせたでしょ。桜舞うかようなりけり日の下もでも日の下で舞う桜、綺麗でしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画を見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。